新西海橋から西海橋を見ています。ここの潮の流れの速さも有名なところです。海の真上の画像です。こういう窓が中央の歩道の中に見られるようになっています。明石海峡大橋とちょっと感じが似てますね。これを見るだけで多分気持ちが悪くなる方もおられるかもしれません。ほら、今カモメがちょこっと見えましたね。こちらが反対側です。大型車が通ると橋が少し揺れて怖いですね。ずっと奥に3本の柱が立っているのが分かりますでしょうか。これは確か、またあと調べてみますけど、戦時中に高山登れを発信した司令塔、電波塔跡だったと思います。